はい、どうもこんにちは。さて今回もいきなり噛んで今回もイベントクエストやっていこうと思います。これにしようかなと思います。なんて読むんだ、卵好きになろう。はい、クエスト始まりました。追いはぎのままだった。あれ、ここってさ、装備変えられない？テントないから。あー、変えられないのか。フルチャージのためにね、体力の装備とかつけたかったけど、まあいい、ここにしよう。でかいです、でかいです、でかいです。まあ僕はもうこれ初見じゃないんでそんな驚かないんですが、初めてやった時は驚きますよね。これでけーって、金冠レベルを超えている、プラチナ。痛い。でっかいな、こういうクエスト面白いよね。まあ、僕は最後にやってたモンハンはモンスターハンターポータブルサードなんですが、あの頃はね、ネット環境とかがなかったもんで、こういうイベントクエストがあってもできなくてね、結構悲しい思いしてた。情報だけ手に入ってそのクエストができないっていう。これは当たんないか。当たったかもね。痛い。マジででけえな。危ない。あのさ、コンコンコンってやつ絶対ヤンクックだよ。これこれこれ。これヤンクックだよね。どう見ても。これ。ヤンクックあんな攻撃したよね。そんなガード後ろに回り込めばほっ、踊ってる。アイルーンの踊る攻撃、攻撃じゃねえか。当たんねえ。尻尾に当たりそうな気がしたけど、痛い。なんかでかいと強い気がする。多分気がするだけだけど、しゃあしゃあ、ビリビリ猫ナイス。みんなはお供の武器を何にしてんだ。自分はもうマフィンにしてずっとしてるけど、おら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 。でかいな、的がでかくなるだけだろうが。ほら、あ、もう倒した。早っ。まあ太刀だからね、一番まあまともに使えるのが太刀だから。でかいでしょこれ。こんなだよ。これ普通に出てきてほしいよね。でさ、あの縄張り争いでボルボロスとかと対峙してほしいんだけど、ちょっと面白そう、見てみたくない？なんかさ、こういうめちゃくちゃでっかいのかめちゃくちゃちっちゃいのが普通のクエストでもさ、稀に発生するとかだったら面白いんだけど、そういうのはできないのかね。こんなでかいのが突然出てきたらビビるよな。えって二度見するよ絶対。あ、グルルヤック、え、グルルヤック絶対なる。これ見てよこれ。すごっ。ハンターとの身長差が全然違うからね。で、これ、このクエストでは、これがもらえます。この、なんだこれ。会長チケット。
はい、さっきの会長チケットを使ってこれが作れます。このクルルフェイスアルファ、アルファがあるとベータもありそうな気がしちゃうんだけど、はい、こんな感じです。今これ白にしてんだけど、これズームとかできないのかな。ズームはないか。会長チケット、これが作れるんだね。一括じゃない。色も変えられます。黒、ピンク、青、白。やば。はい、ぜひまだクエストしてない方はやってみてはいかがでしょう。ご視聴、はい、それではご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。